アメリカ軍とフランス軍のクロスデッキ計画ですが、3月3日シャルル・ド・ゴールに F-18 戦闘機スーパーホーネットが到着しました。このクロスデッキ計画は、日本でも行う予定になっています。その内容は、護衛艦出雲に F-35B ステルス戦闘機をクロスデッキで運用するもので、それに合わせて、日本も F-35B ステルス戦闘機を42機購入する予定になっているのです。といっても、伊豆、物回収後、すぐ、F-35B 戦闘機が来るわけではありません。F-35B 戦闘機が納品されるまでの間、アメリカ軍とのクロスデッキ計画で運用する予定ということです。フランスの原子力空母シャルル・ド・ゴールにしても、護衛艦出雲にしても、空母の数は明らかに増えてきています。イギリスにも、女王の名前を冠した空母クイーン・エリザベスなどがありますし、西側諸国は各国で数ずつ所有している状況です。フランスの18代大統領の名前をもらったシャルル・ド・ゴールには、カタパルトが装備されています。護衛艦伊豆、物運用やアメリカ軍の共同軍事訓練には、現在、硫黄島を使って訓練を行っています。アメリカ軍も、この硫黄島で、様々な訓練を行っていますが、近年、その硫黄島への距離が遠すぎるという観点から、他の場所という見直しが行われているのです。今更ですが、硫黄島は、東京都に属している小笠原諸島最大の島です。そして、太平洋戦争では、アメリカ軍との激戦地となり、島民は全員が疎開して廃村になりました。終戦後施政権は日本に返還されましたが、島民の帰還は果たされていません。その因縁の島で、軍事訓練か、と複雑な思いを感じるのは筆者だけではないことを願います。こういった事情のもとで、最近馬毛島という島で訓練などを行おうという方針が出てきました。この馬毛島は鹿児島にほど近く、立地的にも第一列島線近く、ですから有事の際に移動が容易と見られています。では、この馬毛島について見ていきましょう。2019年11月末、現在は宇宙開発で有名な種子島から西方に約 12km 離れた海上に浮かぶ島が、軍事的にも政治的にも世間の耳目を集めることになりました。この馬毛島は行政区分域としては鹿児島県西表市に属していますが、1980年以降、一時的に無人島になり、その後は、所有する企業の従業員が居住したため、再び有人化したという経緯があります。所有企業の従業員がいなければ、事実上の無人島と化していたはずのこの島が、報道によって注目を集めることになったのは、日本とアメリカ双方が、軍事上から、非常に重要な意味を持つこととなったためなのです。馬毛島の名が取り沙汰されるようになったのは、2007年、平成19年のことでした。この島の用途として、現状は、東京都の硫黄島で行われている、アメリカ海軍の航空母艦艦載機訓練の代替先と報じられたことが、きっかけでした。このアメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練とは、通常 FCLP、陸上空母離着陸訓練、フィールド、キャリア、ランドイング、プラクティスと呼ばれているもので、陸上の滑走路を航空母艦の飛行甲板に見立てて、艦載機の離発着を行う訓練です。航空母艦載機の運用には欠かせない訓練ということです。現在日本に展開するアメリカ海軍の第7艦隊は、
航空母艦艦載機の所属を山口県の岩国基地に置いているのですが、基地から硫黄島までは約 1200km も距離があるので、九州の馬毛島に白羽の矢が建てられたのです。岩国基地から馬毛島までの距離は約 400km ほどですから、現在の硫黄島までと比較した場合、距離は3分の1になります。移動距離が少なくなるのですから、搭乗員の負担軽減は言うまでもなく、距離的にも時間的、コスト的なメリットが大きいことが、馬毛島移転に現実味が帯びることになったのです。こうして、2011年、平成23年6月、馬毛島の 99.6% を所有している企業、残り 0.4% 西表市が所有と、防衛省との間で、交渉の合意が取り交わされました。さらに、日米安全保障協議委員会における共同文書にも明記されることになったのです。2011年ということは、東日本大震災の3ヶ月後にこういったことが進められていたんですね。確かに、手傷を負った日本に追い打ちをかけるかのように、中国艦船の領海侵入などが立て続けに発生した時期でもありましたが、こういった動きと並行して、2018年、平成30年、7月には、海上、航空両自衛隊による、使用も検討されていることが報じられましたが、ことはすんなりとは運びませんでした。地元種ヶ島や屋久島での反対決議可決や、馬毛島所有会社との契約問題が表面化したのです。地元自治体に対して、日本政府は、継続して理解を求める方針を示しましたが、2019年1月、所有企業との間で160億円という巨額での買収に大筋の合意が得られたものの、同年5月には白紙撤回されるなど混乱が起こりました。その後11月末に再び160億円で交渉が合意したとされ、馬毛島の所有企業によるお家騒動が日本政府との間の二転三転する交渉合意についての契約トラブルを引き起こしていたことが明らかになったのです。馬毛島にこうした日本政府からの買収が持ち上がった時点では、島の価値としては45億円相当と積算されていましたから、合意に至った160億円という価格そのものに疑義を唱える声が野党などからも上がっていました。絶対売れると見て、吹っかけたように感じてしまいますね。一説には、馬毛島を所有していた企業は400億円と、いわば、日本政府の足元を見た価格を提示していたとも報じられました。ここに、同社のお家騒動や経営悪化をめぐる破産問題などが複雑に絡んだため、当初に予定されていた2019年度末までの買収はできない事態になりました。8.2 キロ平方メートルという面積は決して狭くはありませんが、かといっても160億円という買収価格は事実上の無人島の価格としては高額すぎるという印象も拭えません。しかし、政府の考えとしては、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練代替地、海上、航空両自衛隊の拠点としての活用を考えると、相応の価値があり、意味のある160億円だと判断したのでしょう。ただし、これまでの馬毛島の所有企業の意図や、浮上してきた案件との絡みを考えると、事実としては、政治的には、極めてグレーな存在であったということも忘れてはならないと思います。馬毛島の騒動を振り返ってみます。現在は、大手銀行に吸収合併された金融機関が、1974年、昭和49年に、まずレジャー施設として開発することを目的に買収しました。しかし、この計画が進まなかった後に、
国の石油備蓄基地候補地として名前が浮上したことが始まりだったようです。ところが、この石油備蓄基地計画も別の場所に決定したため、馬毛島は宙に浮いてしまいました。次に、1983年、昭和58年、当時の防衛庁に対して、自衛隊のレーダーを設置する候補地として、制海工作が行われていたのですが、1986年、昭和61年に、汚職事件が明るみに出て、所有先の銀行が消滅するという大事件を引き起こしたのです。こういった経緯を経て、今回政府と買収に合意した所有先企業が、1995年、平成7年に購入したのが、馬毛島でした。最初に浮上した石油備蓄基地以降、何らかの国の施設として転売して、再起を稼ごうとする目的があったのではないかと想像してしまいます。様々な経緯がありますし、反対する地元の声もありますが、実質的に無人島であることを、アメリカ軍基地が沖縄に集中している状況を鑑みると、有効利用する方が正解ではないかとも感じられるのです。